父ちゃん。ねえ、ねえ、これで、これ、このケイゴ、父ちゃん。ね、さ、パルテノマンだったら、パルテノマンやけど。ケイチーやキンクやち、これで。おしっこたくさんしてるじゃん。いいよ、わかんない。あー、お口ちょっと飛んでる。あ、いっちゃった。あ、かわいい。おしりぷりぷり。ぷりぷりなの。遊んでる。おしこのポジティブね。今日なくなってきた。カメラに飛ぶって。あ、手がついた。これ一回しかできなかった。ルビアンしてる。この次こっちだって。ああ、これじゃ。こっちでも見えるかな。名前とか見たいな。見えるよこれ。あっちでも両チンパンで行ってみよう。やだ。3種類の木の葉っぱです。はい、皆さん分かる分かる人いますか？いたら相当通ですね。植物のことよく知っていらっしゃる方ですが、まあまあまあ、じゃあ説明しますね。まずね、アラカシというね、カシの、あと最近花が
ついに落ちたんで、金木犀、うん、はい、今日はこの木の葉っぱよく食べたのに、がっつり混ぜてるな、この前食べなかったのに今日やたらみんなに人気だなっていう感じでね、毎回毎回ちょっと取るのがありまして、数種類取ってきて、まあ、ちなみにどこから取るのかというと、スナちゃんの森からです。当然木がいっぱいあるので、ちょっとね、木を傷めないように注意しながら、こう余分なところをどんどん取って、あ、パンパン大丈夫だったね、ちゃんと取れたね、やめちゃった。でまあこういうところでこう決まったものを作っても、野生の木の実とか果物に比べて、私たちが日本で採れる野菜や果物というのは、もう改良されてるので繊維少なくてカロリー高くて、ちょっと糖分多かったりしますよね。ですので、まあ、それはご飯としてしっかりあげて、合間にそういうものをあげてしまうとちょっとね、落ちちゃったりとか、ちょっとね、あんまりカロリー取りすぎちゃったりするので、こういう菌の葉っぱとかを、割と、まあ、かさばるけど耳ならぬ口寂しさをこう、ね、和らげてくれるようだったら分かりませんが、下に置いたかな、中ぼっこして、中ぼっこして、ああ、一番奥にいるんだね。ちょっとあそこにいたら来ないかな。奥のあの木の上にいるんですか。これちっちゃい子いるから。で、後から聞いて、後から女の方でも分かりちゃうね。まあ、そのもう一個その前にいるけど、マスターにフグというお姉ちゃんがいます。そのお姉ちゃんがね、よく春の面倒を見てるので、春はお姉ちゃんと一緒に来ることもあるんですが、今日はお姉ちゃんが来ます。うん、で、リーダーの和也君戻ってきましたが、あんまり葉っぱいらないらしく、左の所に来たのは、この子のオスです。ケンジというオスのチンパンジー。うん、はい、10頭のうちね、実はね、ズラシはオス2頭しかいないんですね。だから弱いんですね。で、まあ、ケンジ君の方が年上なんですけど、だから、あれがオスのオスです。で、あの、ありましたね、ハルカね。あの、で、今そこにいるチンパンジーたちのお尻見ていただくと、ピンク色してるチンパンジーが多いと思うんですが、で、これはですね、メスのチンパンジーです。ね、で、それで今、お姉ちゃんと見たんですね。その左に来て、今、リーダーの人が挨拶に、今挨拶しました。挨拶に行ったのがお姉ちゃんの。なんか言ったことない。これね、遊びたいですね。まずさえもピンク色してますね。これが女の子です。一斉に光ります。ちょっと、ね、パパの前には電卓が多かったら、今やっと見なしましたね。まだ僕に行ってしまう。あそこにいて可愛いな。可愛い。なんかまだ手に持ってるじゃない。ちっちゃくて結構あれなのね。あ、チビいる。ちょっと出すのね。ユキトみたいなのがいるよ。チビか。
綺麗なのね。